イン。こんにちは、ブルーホースです。ということでやっていきましょうか。見逃すなよ、天国か地獄か、いつだって人生。あ、違う、こっち行く前に、あ、じゃああれ裏から行かないといけないのか。いやいや、んなことはないですよ。うわー、もうなんか横にもう針がた、なんか飛び出してる時点でもう中二病おつみたいな、そんな感じがするよね。ところで、ちゃんちゃかよ、ぺっぺっぺ。うわー、俺みたいなやつじゃん。泥棒です。そう。なんかポケモンも昔ね、ポケモンじゃねえや、ゼルダの伝説とかもさ、お金を払わないでさ、脱出したらなんかこう、名前が泥棒にさせられるみたいなとこあったりして、こう、うわー、おー、なんかいっぱいいるです。銀河団、あ、ちょっと、モンピに戦っていただきましょうか。モンピも主戦力にしていきたいですよね。ここまで来たらね。ってことで、お兄さんを渡した、いや、何だったら借りたい。じいちゃん。えにゃー、いきなり戦わされる。我々はすごい邪魔はさせません。出た。女の子。女の子はね、結構ね、こう、可愛いなとかって思ったりするんですけど、まあ、とはいえ、可愛くなかったわ。全然可愛くなかった。目つき鋭めのあれだったね。まあでも世間から言ったら美人だって言われてるような北川景子みたいなの目つきかもしれないですね。だから、キツネ系女子とかって言ったらですけど、キツネ系女子ってなんだって話だ。うわ、リンプン。そっちはあれなんですね。じゃあ、とりあえず、じゃあ、最低光線で効果抜群と、フルダチンで、ケムスを噛み砕きましょう。あーちょー、どうせならなんかね、レベル20くらいのが出てきてくれたらいいなって思ったりするんです。なぜなら、前回パートでちゃんとね、ボスをぶちのめしてるからさ、ブスぶちのめしてるのにさ、なんかそれよりも弱いポケモンが来るっていうのは、まあ、でもさ、そっか、なんかいきなり強い時が出てこられてもたまらんちくしょってところだもんね。ということで、行きましょう。ちゃんちゃかちゃ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 ん。にゃるばーん。にゃるにゃるわー。マイルド。だからなんかあれなんだろうね、こういう敵系の組織って、その、いわゆるさ、猫のポケモン、猫系のポケモンとかが結構好みなのかなって言ったら、ニャースとかもさ、で、榊が使ってたロケット弾、ドゥー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 ドゥって使ったりとかするもんね。はい。ということで、まあ、そんなことはいいんだけど、よし、じゃあ行きましょう。じゃんちゃ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 ん、ヤム、美味しいでございます。パック、あー、勝った！カッチカチやった。くっそ、ちょっと待って、ね、しかも急所にやってられて、毒にはならずに済みましたと。じゃあ、モーモピーは、一旦下げて、リーゼント頑張ってもらいましょう。リーゼントゴーで、コノハ。あ、でも、このコノハでどうだ？微妙か？噛みつくの普通のダメージ。いや、でもコノハ60の、0.5 だから30食らわせられる十分なんじゃねえか。十分倒せるよ。あ、ちょ。ですよね、ですよね。よかったよかった。これでちょっとリーゼントが出ることによって、普段よりも経験値が多めにもらえるとか。やっぱそうだよね。そうだよね。オッケーオッケー。よし。リーゼント。じゃん、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 じゃん。でもあれだな、これがさ、下にすっか履いてないでさ、ただのミニスカーフだったとしたら、もうちょっと色気が増してたかも。そういうこと言うからフェミニストに怒られてボッコボコにされるんです。うわー、めっちゃみんな勉強させられてる。何、新しいエネルギーを開発するのです。あ、仕事か。俺にはわからない。なんだと、お前、勉強しろよ。しっかり仕事しなさいよ。お前、仕事サボってポケモンも負けましたってなったら、あれ、減給降格処分だぜ。大丈夫か。あ、でも下っ端だから降格はないのか。いいか。はい、オッケー。チャー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 リンプン。オッケー。じゃあ、ボッコボコにしましょう。とりあえず再結構。さっきの癖もさ、威力65でさ、PP20 もあったら十分だよね。オッケー。チャー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 。さすがに PP5 の最強の技系のやつってのはなんか辛かったりするけどね。10あればいいのになと。ズバットはやっぱりあれで、ドンパッチリパッチパッチリしてあげましょう。ズバットが手に入れたらどうしようかな。あれかな、ルージュラの、あれでもあれグルーバットか。ポケモンキングのミニゲームでさ、ルージュラの宙をさ、頑張ってハートキャッチプリキュアしてるさ、ゴルバットのミニゲームとかもあったりするもんね。あの時になんか名前でゴルゴルとかなってたけど、精神力、強い精神力の体制に対しては、スパークポルノグラフィティー。オッケー。じゃあもうズバットの名前はポルノ。ポルノって名前は良くないかもしれない。ポルノグとかだって、ポルノいいよ聞いてみてとかって言ってさ、なんか ポルノ、うわおみたいな。許してください。ダメです。お前の時給は1300円から1400円に上げてあげます。うわ、増えとる。使うんかい。お前も仕事せえよ。なんか隣のやつ一生懸命頑張って仕事グリグリにやろうと思ってるのにさ、じゃあ人からしか、しかも人から奪ったポケモンカラサリスってさ、奪わなくてもなんかそこら辺に転がってるわっていう感じがするんだけど、こいつはとりあえずどうしたらいい？怪しい光でもする？でもな、長期戦になるわけでもないからな、脱皮。え？あー、状態異常になってもなんか復活できますせみたいな、あれか。ということで、最強光線に、あ、ビビ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 
中のからも衣、うん、違う、さなぎから何かが出てくるでやんす。ででん、あ、なかなかレベルが上がりにくくなってきましたね。いやー、ね、あー、でもな、あれだね。やっぱり可愛くないな、こいつ。可愛くないというか、可愛いかどうかは人の好みだからあれなんだけど、タイプではないです。少なくとも僕の個人的な。ということで、こっちに行くと、何かが割っている。見れない。私にはどうやら分からなかったようですね。で、なんか、自分が持ってる、ノートパソコンに形が似てるとか、めちゃめちゃあるやん。まだもう一個登っていかなきゃいけなかった。うわー、なんか、のっけからすごいあれだね。どんどん階層上がっていかなきゃいけない。でも、やっぱこれ、ストーリーにかかってくるから、なんか、野生のポケモンとかだったらさ、ボンボン飛ばしててもいいかもしれないけど、やっぱり、あれだよね。うん。ちょっとストーリーにかかってくるところの戦闘だったとしたら、普通にやっぱ戦ってあげないといけないかなというか、うん、やらなきゃいけないですよね。ということで、最強防戦。ビビ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 ビ。ごしなさい。お、確保をくる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 。オッケー、急所に当たってー。センキューソーマッチ、プル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 ピー。さあ、で、続いて2階堂じゃねえよ。2階堂はフミだ。ズバットはやっぱりあれだね。ポルノでいこう、ポルノ。よし、じゃあ、リベンジ行きましょう。発射準備オーライ、パパパパパパーブン。パパパパパパーブン。ズバッチ、精神力。相変わらず、なんでズバッとイコール精神力なんだろうな。そこの、ちょっとつながりが、あまりよく分かってないんですけど、まあ、そんな細かいことは気にしないでね。あ、でもあれだな、大型ぶっ広げてるな、こいつな。ってことは、すぐに入れさせてくれるんじゃないか。顕微鏡です。顕微鏡もおかしいけどな。どこに突っ込んどんねって話やからな。どうしよっかな。まあ、どうせあれだろ、硬くなるしかしてこないんだったら、もう、じわじわ行きましょう。噛みつくか。水鉄砲の方がいいの。こいつ、どっちの方が高いんだ。ステータスって見れたっけ。まあいいや、じゃあ、とりあえず、両方やってみましょう。噛みつきましょう。ダーブ。なんだい。しかもヒュンで、じゃあいいや。デッポでなんか試すよりもこっちのがなんかもう一発でいけるんだ。これから3分の1とかそれ以上の、それ以下のダメージしか与えられないとかだったらね、もうちょっと試してもよかったかもしれないですけど。さて、下っ端戦って撃破 OK、 お疲れ様でした。最近ちょっとマイクの調子が悪いというか、パソコンとの相性が良くないのかあれなんだよな。わからないのに仕事してんのかよ。ちゃんとね、仕事するときにはね、理念とかに共感をした上で働かないと、自分が何のために働いてるんだっけっていう瞑想したときに、あ、そうだ、この理念を会社に共感して一緒に働くためだったんだっていうのを思い出ししっかり働けるようにならないとね、それに共感できないようだったら辛いよ。うん。日本ってなんだかんだでマインド思想っていうところを結構大事にしたりとかしますからね。はい。シンクロはなんだ、シンクロ、まあ、とりあえず怪しいことしましょう。うわー、早いスプーン曲げで特殊なんとかが上がるんじゃなかったっけ。いやー、俺が下げられるか。え、命中率、命中率が下がるのか。うわー、すごいよーっていうことで、すごいよ、びっくりしたよ。ビッグラコをいた、パパッパパッパパッパって、尻尾が大きいのに素早さだけは早いんですねとかで、多分、全部の栄養が尻尾に取られた末路みたいな感じの体してる。だってさ、顔もこけてるしさ、で、足も腕も細いしってね。あと、だから、ヒゲか。ヒゲにも栄養が行き届いてるみたいな感じなのかな。チュッチュしてあげましょう。微妙か。微妙なのか。そうか。じゃあ、再起構成ですね。一旦で溶けんのか。ずるくね。しかも、リフレクターって、リフレクターはあれか。物理攻撃だから関係ねえか。再起構成。ビブブ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 ブ。オッケー。よし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 。おしまい。チャ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 。パフ。オーケー。ドキーガン。それでも297しかもらえないのか。そう考えるとあれだ、でもさ、レベル15だからか、ロズレイドめちゃめちゃくれたよなと思って、前回パートのラストで1000何もくれたもんね。ってことで、登っていきました。じゃじゃー、ちゃかちゃかちゃちゃ、ちゃちゃ。元気ないね。ふにゅん。おじさん。そちら、銀河じゃって、みたいなポケモンを奪って何をしたいんだ。マイク買おうかな、やっぱり。急に急に間に立たされてる。右と左で、お前あれだな、なんだっけ、レイモンドじゃなくてさ、バイオハザードリベレーションズ出てきたやつみたいな格好してるってことは、判決見てんのか、お尻見せてんのか。お尻見せなさい、そんな奇抜な髪型して。ローズが出てきたから、なんかマーズが出てきたから、これでジュピターか。エブリデイアイリス、なんだ、ただの平原綾香か。平原綾香さん、こんな髪型とこんな格好しないですよ。もっと人清楚ですからね。そして声が何よりも美しい。ももぴー。たー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 、ズバッとりは、再起光線、ビビビビビ。でもレベル18だったらあれだね、そこそこいい感じですね。うん。ふっ、終わりだ。
で、ブニャッとがマースだったから、こいつはなんだ、ズバッとか。もうズバッと出しておく中に。ちゃ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 ん。で、他にスカタンクかーって、毒だから、毒、じゃあこいつじゃねえかよ。キルリアがどんどん強くなっていく。いいですね。ところで、フェアリーって結局なんだ？あはー、なんか、鼻と目が離れてんだ、やってくれるって、なんかあいつみたい、なんかこんななんかその、なんていうの？クールなキャラじゃないかな、メキラ大佐みたいな。ダンダンってちゃ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 、それあれだ、ドラゴンボールだ。スカタンク興味ない。あ、スカ、悪タイプ持ってるからか。貴様、そういうことか。ってことは、チュッチュしてやろうじゃねえか。チュッチュ、チュッチュって。何バーカーをする。わーお、超えられるわ。特攻は下がるわ。これ、チューは効く？あ、チューは効くな。オッケー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 。お前の体力、キャッチプリキュア。あー、全然食らわないでやんす。めちゃめちゃ経験値アップする。違う、経験値じゃねえや。HP アップする。うわぁ、これあれだな。持久戦だな。ってことで、チュッチュしてあげましょう。か、ういやぁ、急に燃やしてくるザマス。うぉぉ、俺に特防が微妙な、チュッチュしてあげましょう。でも20食らうってことは、これあれだな。ダメージがついてやんすなぁ。ってことは、これ、しかも毒食らったら死んじゃうから。毒悪は確定。格闘のほか効く技あるか。よし、じゃあちょっともう肉弾戦車でいきましょうって言って出した瞬間にボコボコにされたら困るんだけど、もう意外と強かったな、スカタンク。なんかもっと秒殺できるものだと思ってたのに、しまったな。威嚇、あ、火炎放射、なぜお前がそんな技を覚えているのか、びっくら、こういった火傷にならなくてよかった。ということで、じゃあ翼で撃ちましょう。よかった。なんだかんだでお前の方が素早さが高いっていうことが考えられて、うまそうですね、美味しそうですね、ごちそうさまでした。パクパクムシャムシャってか、くっそ、誰、しかもお前も毒発射してくんのかよ。ギャー、あれ毒ガスって何、そんなに食らうのか。うわー、ちょっとゆっくりめのバッサバッサ。これ何歩食らう。うわー、7か7か。ってことはもう一旦耐えられるから、大丈夫だな。結構音楽かっこいいじゃねえかよ。始まって中間くらいのこのあれで急にあれだな、クライマックスみたいな戦い方になってて、ね、そうそう、こういうちょっとギリギリのなんかせめぎ合いをこう戦うのがポケモンの面白さというか。さあ、この次のターンでぶちのめすことができなければアルギニヌは終わる。だがしかし、そこで奇跡を起こす。急所に当たった。ああー、そんなことあるのかよ。お前おなら発射して爆発すんのか。お前、小麦粉野郎だったのかよ。アルギニヌ、ごめん。あー、まあいいや、アルギニヌちょっとレベルアップしすぎてたからちょうどよかったかもしれない。地ならし、あ、地ならしいですね。だね、60ってことは、あー、地面タイプ持ってないし、まあじゃあ体当たりいらないでしょう。オッケーね、岩タイプの技も覚えてるからさ、飛行タイプへの対策もバッチシだしね。オッケー、ドンパッチ。ジュピター、そう、エヌルゲームよく見やりやがったな、綾香さんね。綾香さんだけを切り取ったらあっちになっちゃうけどな。うん。わあ、そなたの土産をわくし、やべえ、ピッピ。いやー、ありがとう、自転車に来ておくれ。一緒に連れてってくれよ。なぜここに置いてけぼりにしたんだ。そして、銀河団が作ったビルのはずなのに、銀河団がいなくなるという、なんかもう、あれだよね、ちゃっちゃかちゃー、ちゃっちゃっちゃ、何も手に入らない。銀河団そのものがいなくなって大丈夫なのか。さて、とりあえず、じゃあ、とりあえず、あれだね、やっぱ回復して、で、自転車が手に入ったことによって、自転車で行って、なんかどっか行く先があるのかな。この次に進めそうなステージ、たどり着いたら終わりくらいの時間になるのかな。どうだろうな。今まだ15分経ってないもんね、収録時間がね。チュッ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 。パンパンパパパン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 。オッケー。じゃあまたのご利用お待ちしてまーす。オッケー。じゃんじゃじゃんじゃ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 んじゃんじゃじゃ、チャリンコ屋さんでチャリチャリしましょう。オッケー、ゲッチュータタタタタラッタッタ。おじさん、自転車10台ちょうだい。9台は転売します。はい、なんだ、ちゃ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 、お外に、まさか、海風にさらされているような、色、おー、娘のストライダーが赤なので赤にします。赤でいいです。
人影の炎、あ、いいですね。僕、リザードン大好きなんですよ。あのね、不思議だねとリザードンが僕の中で神ポケモンだと思ってるから、フォルム的に。B を押すたびにギアチェンジができるよ。3速だとスピードを遅くコントロールしやすい。4速だと全速前進、3段では登れない。オッケー、いいですね。え？オッケー。ちょっと待ってね。これで、ね、チャリンコをお気に入りにしたいんだけど、これできる？登録。どういうことか。はい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 。じゃあこれ別に中を見るって何？ああそういうことか。ああへえ。いやちょっと待って、これ登録でこうしとこう。今のところちょっと待って、これいらないんだけど。登録もうだって発電所に入ることもないでしょ。よいしょ。でこれでいいかな。あとまあ釣り竿くらいかな。あ、いいですねいいですねいいですね。よし、じゃあチャリンコで下っていこう。うわー、なんかめっちゃフラ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 してる。ドフラミンゴみたい。くる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 じゃあレベル24になったら、あの次のポケモンにでもしましょうかね。あの次のポケモン戦闘にでもしましょうかね。威嚇をストレスすることによっておめえにも威嚇してやるよ。オラ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 。モンボピー。レベル17。ああ一匹だけか。あって思ったらまだレベル20。わお。早尾の股間が早尾になってる。宮崎さんもあんな感じなのかな。いけー、モンスターボー。いいですね。ヒュー、レベル何まで進化するんだろうな。30くらいかな。30くらいで進化してくれたらちょうどいいなって思ったりするんですけど。ってくってくってってやるなお前だろ。俺だぜ。あ、何もしなくても勝手に降りてってくれる。ペッピーンペッ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 。早いかどうかが分からないけど、あの前かがみになっているときにおっぱいが見えているのは、じゃあ、わあ、なんだ、これいくか。いい感じかもしれない。ちゃんとヘルメットかぶってんだよな。だからヘルメットも一緒に買わせてくれたってことなんだよ。そうなんだよね。結局、あの、なんだっけ、あの、速い自転車、あのサイクリングバイクに乗ろうと思ったら、うん、あれなんですよね。結局ね、速くないといけないっていうところなんですね。で、じゃあ、もう普通に再起構成しましょう。オッケー。あれ？よし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 。レベル5しか違わなかったとしても、あれだね。やっぱ特攻が高いのと、あの、技一致のポケモン技を使うことによって、ボッコボコにしばき上げられるってね。いやー、そんな、ふぅ、やられちゃったわね。ね、チって顔して、チッ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 って。お前のあそこも落ちチッチッ。あー、捕まえました、ちゃっちゃっちゃ。あ、でも、ここ何がいいってさ、暴走族がいないことだよね。うん。暴走族がいないことによって、ちゃんとあの、治安が保たれているというか、ポニータ、あー、炎タイプでポニータ、ギャロップを捕まえるべきかっていうところが悩みどころなんですよね。炎タイプだと、草だったら氷でもいいのか、別に。逃げ足。あー、いつでも逃げられますってことか。おー、俺から逃げることができるのか。多分あの、あれでも普通にチャリで走るでもなんか、速そうだもん。あー、いったー、強っ！つか、ニトロチャージしさ、物理攻撃を与えることもできれば、しかもあの素早さもどんどん上がっていくっていう、やばいよな。うわー、天国か地獄か。なぜそこで体当たりしたんだ。あ、体当たりもそこそこ強いね。多分次でニトロチャージやられたら終わったもん。こいつのこと特防が高いんだな、やるよ。つうことは、ちょっと違うポケモンに変えましょうか。へぇ、俺の頑張りは変わらまりか。変わらない。どうしようかな。今、レベルを上げてもら面白いの。ラッシャイかな。ラッシャイ行きましょうか。ヘビラッシャイ寿司にギリアション。パペンパラパパパ。あ、下にもいっぱいあるな。あそこの、あれだな、レベルアップも兼ねていくのが面白いのか。うわぁ、めっちゃポケモンおった。なんか急にポケモンの数増えますやん。パパ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 パピーピピピピピピピ。じゃあ、撃ち落としましょう。落ちてこいや、早いですね。早いですね。泣かれたら困りますね。くそ。いきなり攻撃力を下げられてしまった。果たしてどこまで行くと。オッケー、いや、早かったな、今。めちゃめちゃ体力減るの早かったな。
終わりです。さて次出てくるポケモンが一体何なのかっていうところなんですが、ポニータ、あ、ポニータだったらじゃあこのまま入れ替えませんよ。地ならしがいいのかな。あれ炎って岩も食らうっけ。あ、ここはバツくんか。まあでも地ならしましょう。素早さも確かあれだよね、下がってくれるよね。てかまあでも多分一撃で倒すんじゃねえか、レベル差的にも。ストーストーストーズボンジボンジボンズボ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 、オッケー、メスにズボズボはえぐい。オッケー、じゃああと1体かな。じゃあ、ああ、2体だった。今の見間違いか。3体だと思ってた。よし、じゃあ、降りていきましょう。天国か、地獄。ああ、ごめんなさいね。まだね、チャリに乗ってまだ5分の男なんですよ。5分の男だから、なかなかやっぱり、ね、操作が慣れていないので、ぜひぜひお願いします。ということで、ギアチェンジの仕方で、うまいチャリの乗り方を教えていただく代わりにですね、私の方はポケモンの戦い方っていうものを教えてあげましょう。さあ、行こうか。だだ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 だ。じゃあ、撃ち落としましょう。ヒューマン、落ちろ、落ちろ。じゃあ、あー、わわ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 わ。素早さがぐーんと上がった。回避率だったけど。残念でした。落ちましょう。ヒューマン、ヒ。チャ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 ラチャチャチャピキボンペピピピピピピ、オッケー、チャムクバー、あ、ムクバーいいですね。ムクバー、そのまま戦いましょう。次の首候補はこいつだからな。とりあえずゴローニャにしてしまったらもうおしまいですね。なぜなら次のジムリーダーが格闘で、さらにその次のジムリーダーが水タイプで、こいつの出番マジでないもう出した瞬間に秒殺されるというか、ボコボコにされちゃうのがもうオチとして目に見えてるからね。そんなかわいそうな残酷なことはできないですからね。さてさて、意外な時間になってきたな。20分超えたな。なんか銀河団をクリアした時にはまだまだ時間があるかなと思ったけど、うわースタイリッシュな体してんな。足が太めであれだよね、多分ここめちゃめちゃいるな。きっとあれだよ、なんだっけ、腹筋はバキバキだけど下半身はちゃんとしっかりがっしりしてるっていうタイプなんだろうな。あー、シュンね、一瞬のシュンって書いてシュンね。オッケー、そういう名前もいるよね。さて、こいつも多分飛行があるから無理なんだよ。そうだよな、効果なしだよね。ってことで撃ち落としましょう。あー、逃げられなくなりました。ピッコーン。あー、あれだよね、逃げるポケモンさえ捕まえることができれば、なんか逃げる系のポケモンいたじゃないですか。あいつを逃がさないようにしてしまえばいいね。てか、へいらっしゃい、オッケー、レベル23。チャッチャカチャー、チャッチャチャチャー。さてさて。さてさて。こいつでラストくらいかな。じゃあ、まだもう一人右下にいますね。スピードとテクニック、どっちを磨くかって、そんなもんスピードですよ。質よりも量で勝負します。ルミナ、かわいい。ウインク、そのままそのウインクしてない方の目をほじくり返してやりたいですわ。ラッシャイだから地ならしですね。あー、威嚇されました。怖いでしょ、助けて助けて。これはあれかな、パパ活されそうになってるところなのかな。ドゥシドゥシドゥシ、今なんか体力あったのかどうかもわからないから秒殺された感じだったな。オッケー、チャーチャーチャッテルチャーピ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 ーポリン、そのまま戦いましょう。どうせそんなすぐにレベルアップするわけでもないですけど、威嚇されてございます。どんどん攻撃力が下がっていくでございます。ごわすごわす、効果抜群だ。さあ、やっておかい、バッコンバッコンバッコンズッコン、オッケー、チャー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 、コリンクは倒れた、オッケー。さあ、2匹ボコボコにしたことによって、なかなかやっぱあれだね、全体のレベルが、あー、寄せてあげて、あ、でも結構パッてんじゃねえかこいつ。そんな気のする、ああだよねだよね、一瞬なんかそうなんだね。パンクな、一回さ、去年だったかな、免許更新に行かなきゃいけない時があって、チャリで30分弱くらいで行ける距離のところだったから、行ったら開始5分でチャリがパンクして、でパンクしたチャリのまんまゴロ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 だから、あれね、もうね、なんか空気入れのところが引っかかるのか分かんないけど、もうガッタン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 言いながら往復してマジ大変だったんだから、30分くらいで行けるところが40分弱くらいかかるようになっちゃったのかな。うん、だあいつのチャリやばくねって多分周りに行った人全員が思ってたと思う。だそもそもパンクしたチャリンコで走ることって確か道交法的にあかんのちゃうかったっけ。車なんか絶対ダメだもんね、あんなんで走っちゃね。ということで、しれっとこっちに来たんだけど、あれ
素敵な新車、あーありがとう、お姉さん大好きです、抱かせてください、お届けす。でとこっちに来ることができて、確かそうだよね、あったよね、あったよね、そうそうそう、これ何なんだ、ズリズ、あーダメだってダメだって、ズリが1000個で1000、うん、ということは2個手に入れることができた。で、とりあえずじゃあここに埋めましょう。ズリ、ズリはあ、コフィンの材料なんだ、コフィンの材料だった、別にいらないか。じゃあ、モモンの実でも持たせましょう。で、ジョウロでお水あげましょう。あ、そっか、ジョウロはこれやったらいいから別にお気に入りに登録しなくてもいいのか。今喜んでます。こっちが、ここの居合切りは次回パートで進んでいきまーす。出たー、ストーカーちゃんです。それはいいの、いいの、いいの、どっちを選ぶ、右か左か、その右ですよ、バトルサーチャー、ああいいですね、バトルサーチャーいいですね、一回ぶち殺したライバルもちゃんと戦えるっていう、うん、持ってるよ。じゃあこっちもブロース、ちゃんちゃかちゃちゃ、いやどっちもくれるんかい、ありがとう、ごちそうさまです。でも右でも左でもなく真ん中のあなたのタイプが欲しい。さあ、そんな子供に発情してないで、そしてチャリから強制的に降ろされて終了のお知らせでーす。オレンの実をオレオレしたから、オレンの実とか持たすか。だよね。4つもあるしな。いけ、ふかふかで、クラブ。クラブは麻痺ですね。麻痺麻痺。麻痺。クラブ。いけ。で、ブリ。なんかドラゴンボールの敵役でできそうな名前だよ。ブリブリブリ。ああ、おめえは何の効果もないブリーだったのかよ。ちゃ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 ん。オレンの実がいっぱい手に入ったから、とりあえずじゃあオレンの実は持たせてみせましょう。で、これを一気にやると、ああ、すごいな。簡単な作業です。ちょっと待ってね。そうすると、バックで、木の実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 。じゃあオレンを持たせましょう。フルダチン。もう、HP10 しか回復しねえんだよな。そう考えたらクラボはじゃあアルギニルでも出す。よし、じゃあこれでいきましょう。まあ本当はね、なんかね、気合いの鉢巻きとかそこら辺とかがあればいいんだけど、山登ろうとあれなのかな。とりあえずじゃあこいつらぶちのめして、あ、男だったのか、おめえ、すごい可愛らしい髪型が後ろ姿をしてらっしゃるなと思ったんですけど、男の子だったんでございますね、すいません、失礼いたしました。はい、よし、じゃあいきましょう。じゃあ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 バッチリですよ、これだっち。地ならし、確か自分も全部食らうんじゃなかったっけ、あれ効果抜群。あーだよね、だよね。どうしようかな、どうしようかな。そうなると、打ち落としで、あ、じゃあ、ポニータで、じゃあ、バッチリするには噛みついちゃいましょう。女の子には噛みつくタイプです。あむ。で、男には、もう拳で戦うタイプです。つぶらな瞳、あー、そんな目で俺を見るなーって。尻尾振るって、しかもさ、両方に効果あるんじゃなかったっけ、いらっしゃい。あ、ですよねー。辛い。そうじゃ、全然効かねえ。攻撃力下げられすぎて。ポヒ。よしねー。さらばだ、ポニータ。お前につけるニックネームは決まっている。忘れなければ。じゃあ、撃ち落としましょう。あー、お前や。で、じゃあ、噛みつきます。こいつ、防御力が高いのか？で、攻撃力としては、ね、結構高い方だからさ、フルダチンもさ。そうなんだな、噛みつくを使ったとって、あれなんだよな。こいつ、飛んでないけど。あー、ギリギリ生き残りますか。そうですか。じゃあ、撃ち落としましょう。撃ち落として、じゃあ、この葉。次、噛み、まあ、でも一緒か。紙、この葉使ってた方が良かったのかなと思ったけど、そうでもないな。結局攻撃力だったね。よし、じゃあ、これで OK で、一旦戻って、なんかでも、おーおーおー、すげえ、めっちゃ経験値くれた。ありがとう。リーゼントも喜んで、あ、リーゼントのスピードスターだ。リーゼントでスピードスターって、もうあれだね。まあ、いらんか、尻尾振るな。結局なんか攻撃をする技に偏ってくるんだよな。てかその、対敵だった、敵じゃん、対人間だったら、その尻尾を振るとかの、そのリフレクター、光の壁みたいなものとか、そういうのとかって、そういうの補助的な技とか、すごい大事にしようかなと思うんですけど、なんか結局ね、対 PC だって別にいいかなと思ったりするんですよね。じゃあ、降りましょう。
ということで、30分経つところになりますので、一旦ここで区切らせていただこうかなと思います。まあ、1個ね、進むことができたんで、そこは許してください。ということで、今回は以上です。また次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録もよろしく。お疲れ。バイバイ。